そう。そう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 。それどころじゃないのもあるし、あ、なんかダブって聞こえる。パソコンがね、今、AirPods につないでんね。そう。多分そういう状態になってんだけど、そもそも今パソコンと人つながってないしな。あ、わかった。どうなってる？インスタライブ。もうできてんの？どこ？インスタ？インスタ？なんだ今これ何がライブストリームになってんだ私。はい、じゃあインスタの方で喋ろう。おはようございます。自己紹介、英語でとか言って。あ、じゃあ英語で。でも、いつももう、そう、言うセリフを決めてて。はい。あ、なんか増えてる、どんどん。すごい。改めてだと恥ずかしいね。いつも一人で言ってんのに。いける。改めて言うとか、ちょっとなんかアホっぽいけど。はい、行きます。Hi everyone, my name is Namiko. I'm an art photographer based in Tokyo. And I've been to 20 countries in 20, so I really like to learn English and I also do photography, wildlife and portrait in that landscape or whatever it, I want. And I also do videography as well, みたいな。感じでいつも喋ってる。ちょっと待って。英語教室？なになに？ TikTok で英語学んでんの？やろうよやろうよ。そう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 。なんか私今考えてるのが、もうこの世界中がさ、家にいるわけ。海外の人たちが。そうそう。そう、みんな家にいるから。だからそれをズームでね、つなげて、で、先生じゃない人の英語を、どれだけ会話が、例えば5分会話できるとか、10分会話できるとか、多分5分も会話できないと思うんだよね、最初って。何言ってるか分からなくて。それを、なんか練習っていうか試すみたいなやつを、最初2週間くらいはフリーでやって、その後はちゃんとお金有料制でって思ってるんだよね。まあ、どうなるかちょっと私もわかんないから。
そう、でも私がその普段からやってるのは、その先生じゃない人と喋るっていう。先生ってすっごいゆっくり喋ってくれるし、すごいわかりやすいから、日本にいる英語の先生ってとこに。だから、喋るみたいな、なんか、やりたいなって思って。やりたい？ てがみ？そうだ、好き。あ、いいですね。そう、動画編集もね。そう。なんかスマホで動画編集も教えてるんだけど。パソコン使ったソフトの編集の方は、まだ生徒さんに教えてはないかな。もうアプリで、スマホのアプリだけで簡単に、もう押すだけなんだけど。そうそう、こんな簡単に押すだけでできるよみたいなのを教えてる。無料。無料もあるけど、そう。でも、ママの起業家さん多いよね。そう。あとは普通に地方に住んでる人とかが、なんかやってみたかったけど、その地方にはその先生がいないらしくて。そう。そう。で、オンラインで、ズームでっていうことで、だっていきなりやった時とか、まず三重からとか、まず金沢とかから そう、見てくれて。そう。写真の編集ってライトルーム？ まあでももともと私写真始めたの29歳だから、二十歳からずっとその20カ国は半年に1回くらい旅してたの。だから本当二十歳の時はアルバイトしながら旅して、帰ってきてアルバイトして旅してっていうバックパッカーみたいなのをずっとやって、で、その時のメインのお仕事は、最初まあ、ホテルマンとかもやってたし、スタバのお姉さんとかもやってたし、で、ちょっと英語が上達してきて、外資系の OL もやったりとかして、で、二十歳からずっと食育とかお料理教室はやってたんだよね。そう、だからそっちの方が全然歴は長くて。そう。それで、なんだろう。で、写真始めて、で、まあ、写真と動画一緒に始めて。まあ、でも動画は確かに昔から家族の動画とかよく作ってたんだよね、なんか。そう、だから動画も何気になんかずっとやってきてるかも。なんかさ、結婚式とかさ、なんかあと、うち家族イベントすごい多いから、なんかそのサプライズ動画とか、
を、ほんと最初のしょぼいやつからずっと確かにやってたなみたいな。でもその時の一番最初の多分高校生くらいの時に、そのソフトとか高いじゃん。でそのソフトの投資をしてくれたのがうちの父親で、でなんかこれで家族のやつ作れみたいな感じが多分きっかけだなって今思い起こせば、あの時多分そのなんか投資してくれなかったら多分そこまで没頭しなかったし、そうそうそう、でパソコンのソフト、そう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 、で父もハマって今では私が逆に覚えたことを教えて父が全部作るみたいなそうめっちゃうまいよそうだからもう孫の姪っ子いっ子のさやつとかも全部その0歳からもう数ヶ月に1本のペースでずっと作ってくれるから、すごい成長記録がめっちゃ DVD であるの。多分動画の仕事もいけるそうそうそうね、ちょ、うん、うんうんうん、私高卒でニュージーランド行ってんだよね、ワーホリで。そうそう、だってさ大学もさなんかね、あの当時って結構大学行っても遊ぶ人のが多かったと思う。でなんか親のお金で遊ぶのもなみたいな、でなんか短大もなみたいな、短大も2年4年でやること2年でやらなきゃいけないのってきつくないみたいなとかで、専門も考えたの。専門もその時英語か調理師か多分そういうので考えてたんだけど、で見学とかも行ったけど、でもなんか一本に絞るのもなみたいな。そうで、なんかじゃあその18から20歳までのちょっと大人になるまでの間って貴重な2年で、でそこで何かを身につけたいって思った時に、友達がアメリカ留学行くって言って、いやアメリカ留学なんてそんな頭いいの無理みたいな感じだったんだけど、ワーホリっていうのがあるよって教えてもらって、でワーホリってなんだろうって調べたら、100万くらいでなんか海外に1年住めるみたいなビザで、で、あ、それなら行けるかもとか思って、そうそう、高校3年間ずっとアルバイトしかしてなかったからさ、そう 100万くらいはあって、そうそう、それを使おうかなみたいな。全然だよ、私もうほんと勉強ができなくてさ、もう点数あれテストとかの生物だっけ、赤字とかそういう子だもんそう、そう、もうほんとコーヒーも買えないし、もうやばいよ、本当に。ハロー、センキュー。ソーリーは言わないみたいな。負けた気にするから、ソーリーは言わないとか思って。そうそう。いや、もう。本当にさ、こっちは一生懸命喋ってんのに、でもぐちゃぐちゃだからさ、勉強できないから、文法とかぐちゃぐちゃで、単語も大して知らないから、勉強してないから、もともと。
そう、高校生の時とか結構なんか昼から行ったりとかしてて、学校に。そう。だからなんか全然その勉強っていうのがすごい本当にできなくて。そう。で、寂しくはなかったかな。なんか、まあ18歳だしね。もうなんか、毎日ウェイみたいな。そうそう。そう、そうだね。なんか一人で散歩して、で、向こうの現地の子とかと散歩してとか。やっぱ、向こう18から飲めるからさ。ワイナリーツアー行ったりとか、飲んだりとか飲みまくって。なんかね、最初は、その、そういう感じで、ずっともう学校なんて、みたいな感じで、学校行かなかったんだけど、半年くらい経ってから、なんか、ふと、なんかね、あ、このままじゃ、なんか、ちゃんとした文法が、なんかこう伝わらない状態だなってなんか思って、で、なんかね、学校行ったの。途中から。だから ほとんどの、そうそうそう、語学学校。だからほとんどのワーホリ生っていうのは最初にその、なんだろう。あ、やっとできた Facebook ライブ。もうずっとなんか電波悪くて。やっとつながりそう。そうそう。でもその最初は、最初みんな行くんだよ。最初の3ヶ月の、なんか学校にすごいお金出しちゃうの。で、もう本当にちょっとした、なんていうの？本当ちょっとしたレベルじゃないと、あ、で、ちょっとしたレベルしか、その、なんだろう、上達しない状態で外に出るみたいな感じなんだけど、私は逆で、もう自分で、ごちゃごちゃになって現地の人と喋りまくって、あ、もう無理だなと思って学校に行って、でそしたら3ヶ月ですっごいごわんって伸びたの。やっぱ18だったっていうのもあるし、先生がすっごいわかりやすかったっていうのもあって、あとクラスにいるのも世界中から来てる子たちで、で日本人のことは英語で喋るっていうのを徹底して、日本語を使わないみたいな。でも本当に英語っていうその状態にして、で、そしたら3ヶ月で本当にすごいぐわーって伸びちゃって、で、3ヶ月で辞めるつもりだったんだけど、もう3ヶ月やったら本当にいけるって確信がなんかあって、すごい授業が楽しくてさ、もう日本の高校をちゃんとまともに行ってなかったのに本当になんか、そう、で、で行ったの。半年かな、最後の半年だからそれで行ったんだよね。そうそうそう。多分ね、あとめっちゃいい教材があって、なんか全部英語なんだけど、分かりやすい英語、なんていうの、英語を英語で説明してる教材があって、で、あと辞書も英語で、英語なの、英語を使ってて。なんかそれだと、本当に日本語、子供にさ、日本語を教えるときみたいな感じで、なんかこれって何って言ったら、それってこうだよみたいな。なんだろう、なんか例えば子供が野球っていうものを知らなくて、野球って何って言ったら、野球っていうのはスポーツだよみたいな。みんな9人で試合をするんだよって、相手も9人なんだよとか。で、ボールとバットとグローブを使ってスポーツっていうのをやって、みんなでやる運動とか試合っていうものだよっていうと、あ、野球ってそういうものなんだってつながるじゃない。英語もそれで、なんかベースボールはなんかベースボール is a sport which is みたいな、 you use なんか bat and glove and ball and with like 9 people in the same team みたいな感じで覚えてったの。そう。イメージも、そう、あと絵だね、そのピクチャーで入るっていうか、
そう、一つの単語に対して全部そういう覚え方をしてたから、そうそう。そう。そう。そうそうそう。そうそう。ね。で、通じないんだよ。全然通じないよ。特に私、まだ S と C がすごい苦手だし、日本人は R と L がすごい苦手だから、なんか、Right って右って言っても、電気のライトに聞こえるとか。そうそう。そうそうそう。なんか舌の使う位置が違うとかでさ。日本人はなんかラリルレロだからさ。R? なんだけど、でも本当はあえて L 発音みたいな。そう。っていうのとかで、なんか通じなくて、本当に通じなくて。見事に。それで、なんか悔しくて、毎日いろんな人に話しかけに散歩行ったよね。パン屋さん入ってはさ、おばちゃんに喋ろうと思って、なんか、はい、みたいな感じで言ったり、カフェとかでは、なんか目の前の人が頼んでるものを、なんていうの、コーヒー買えない英語レベルだったからさ、もう。向こうの人が、なんか、Can I have a flat white? みたいな言うの。で、フラットホワイトっていうものが何かもわからないけれども、なんか、Can I have a flat white? って、そのままその人が言ったものをそのまま聞き取って、それを伝えて、で、出てきたものが、あ、カフェラテみたいなものか、みたいな。そうそう、ではミルク多いな。で覚えるみたいな。そう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 。そのまね、本当にもうサバイバルイングリッシュって呼んでんだけど。その時その時で覚えてくみたいな。そう。ワーホリは1年しか行けないから、もうほんと19で帰ってきて、そう。そうそう、もうなんか半年くらい経つとさ、やっぱ英語ってどんどんもう最初の数ヶ月ってまたすぐ忘れちゃったりとかして、で、やっぱ半年が限度で、もう半年経って、やっとなんかこう、まあお金も貯まるし、で、半年経っていく、半年経っていくみたいな感じをずっと繰り返して10年間で20カ国くらい行ったのかな、多分。人 世界の人は本当に優しいよ。日本人って冷たいと思う。なんか本当にさ、駅とかでもさ、道迷ってる人いっぱいいるじゃん、外国人。で、私もその外国人だったから、私が外国人のバージョンで海外にいると、絶対助けてくれんの。絶対なんかこう、声かけてくれるし、どうしたの、大丈夫、どこ行きたいの、みたいな。が、日本人はさ、もう、ノーノーノーとか言って、ノーノーノーとか言って、もうなんか、外国人がちょっと寄ってっただけでも、なんかノーノーとか言って言っちゃう人とかいて、なんか、冷たみたいな。そう。まあだから発音とかね、その、なんか、何、あと説明ができないよね。例えばなんか渋谷に行きたいとか言われてもさ、なんかこ
で、それがさ、ちょっと乗り換えが必要とかだったりするとさ、なんか、あ、ここで乗り換えてこうやって行ってっていうのを言えないとか、なんかこう、ジェスチャーで教えてる人とかたまに 見るけど、なんか言葉が出てこない感じ。私も本当そうだった、最初。うん、そうなんだよね。そこをなんとか拭いたいよね。うん。え、のぞみさんはどうなの？英語。外国人といきなり来て喋って。ああ。うん、うん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 、あ、こんにちは、小添さんだ。本当、のぞみさんでもいけそう。うん。あ、そうだよね。そうだよね。次の言葉用意してませんみたいなさ。わかる。そうだよね。今？え、コロナ？え、なんか自粛？え？うん。常にね。うん。そうね。うんうんうん。なんかとにかく海外のニュースとか見たり、とにかく海外の情報を最初にバーって、震災の時もそうだったんだけど、なんかこう日本のニュースってすごいちょっといろいろあるじゃない、いろんなあれが。だからちょっと信憑性に欠けるというか、真実が分かりづらいから、まあ、いろんな国のやつをとりあえず見るのね。で、いろんな、まあ、今まで出会った国の人とかとちょっと喋ったりとかして、で、だから海外がいきなりそのレストラン行けないとか、テイクアウトしかダメとかになったとかさ、ジムも全部クローズしたよとかっていうのとかも、その現地の人からの情報で知るっていうか、で、その1週間くらい経って日本のニュースになってるみたいな。で、その日本のニュースはさ、封鎖してるひどいところとか、そういうところしか映さないじゃない？なんか極端だから、そう、だから完全にも向こうの方が全てやること早いっていうか、決めるスピードが全然違うから、まあ今その、海外から例えば帰国した人とかでも、その2週間の自主隔離が、もう向こうはもうすぐ終わるっていうのに、日本はやっと金曜日からスタートするんだってね。ちょっと多分そう、昨日のニュースだったかな。
そう、の今、この今までのじゃあ帰国した人たちになんで2週間自主隔離してないのみたいな。今が一番大事だったのにみたいな感じじゃん。でも、その海外の私の知り合いで帰国して自主隔離しないといけないからって家族とも会えないんだっていう2週間がもうすぐ終わるっていう状況なの。すごいよね。でさ、うん。そうそうそう。そう、アメリカバージョン、ヨーロッパバージョンみたいな 感じで聞いて、で、じゃあ自分は今、日本はこうだから、まあ、電車もね、だんだん人は減ってきたけど、それでもまだね、いっぱい外に出てるから、まあ、とりあえず今すぐ私ができることはオンライン飲み会みたいな 飲み会に行きたい若者たちと一緒にオンラインで飲むみたいなのをやったの。で、そしたらやっぱ新しいことっていうので。わかんない。2、3、40代。わかんない。オープンチャットってさ、たまたま入ってたワイン会の人がオンラインでやりたいっていうから、あ、オンライン全部できるよみたいな感じでやって。そうそうそう。ズームでオーディオオンにしてなかった。あ、やっぱり？すいません、ありがとうございます。あ、でも声が。そうで、ちょっと今、変えてみたりとかいろいろしてたんだけど、それじゃなく。私がそっか、入ってなかったんだ。私ありのがとう、あり声がしとうごか。ざいます。あ、ハルコ聞こさん、えた？聞こえ声った？て、ちょっと今。で、そうするとやっぱ、ダブるね。これ多分ナミコさんのパソコンかな。あ、分かった。そっちがミュートにしてたんだ。じゃあ、これで私がこの AirPods に変えたら。そう、あ、オッケーですね。 OK。OK。私なんかありがとうございます。そうそうそうだ。なんかオーディオ参加してなかったみたいで、声が入ってなかったっぽいです。あ、これで多分大丈夫ですね。これで私今ここからのぞみさんの声聞こえる。あ、OK ですね。ありがとうございます。ありましそうた。いうことか。私なんでだろうってちょっとずっと。あ、良い感じになりました。リカさん、ありがとうございます。ありがとうごリざいカます。さん、リカさん、Facebook にも、インスタにもコメントくれてました。よかった。よずっかっとた。結構いいこと喋ってたのにもうとか言って。あ、まあ、この動画を、インスタをまた録画するっていうやり方もありますかあ、ら。でも一応多分 YouTube に後で載せれるはず。レコーディングしてるから、多分。本当ですか。でも私の声は多分半分ぐらい入っ半て分るかもしれないです。そっかそっか。いや、そっか、でもそっか、海外の人とお友達っていうか、つながりがあったり、奈美子さんはなんかいろんな年代の人とかとの、なんだ、ワイン会だったりとか、いろんなつながりがあるから、いろんなところの情報がもう入ってくるわけですね。まあ、いろん取るようにな努バージョ力ンしが。てるよね、いろなるほど。え、なんかその、ちょっと話変わりますけど、さっき言ってた海外の人との、あ、猫熊さん、ありがとうございます。なんだ、2週間ぐらいやる、方々っていうのは、やっぱ家にいることが多いから、海外の方も、なんかすごいまた響いてきちゃった。大丈夫か。家でこう話す人の機会が多くなります。そうそうそう。むしろ今つなげようかなと思って、その日本人の人でもしその海外の人と喋ってみたいっていうのがあれば、つなげようかなと思って。今ですか？今っていうかなんていうの、これから私4月暇なんだよ。いいですそう。ね。もう自主隔離自分でしようと思って。
うんうん、なんかこれで私が外行ってわーってやっててもね。そうですね、私ももう毎日家の中にいます。ね。なんかそのすごい別に影響力があるようなタイプではないんだけど、でも一人一人がこうなんかの行動がね、うん、まああと SNS やってるし、そのなんか、うんうん、日本人外で歩きまくって人と関わりまくってるよみたいな印象を与えるか、うんうん、なんか家でオンラインでやってますっていうかって今結構大事かな、うん、うんうんうん、そうですね、ね、ちょっとぜひ普通の、やる？普通の配信入れてください。え、どうやってたらいい？だって多分さ、いきなり喋ってもさ、うん、うん、まあ、あった方がいいですよね。あの、だいたいこういうこと言ってんなって予測できるじゃないですか、早すぎても。なんかどこで聞いたらいい？インスタで聞いた方がいいと思います、多分。音を、あの、フェイスブックってずれてるんですよ、ちょっと。インスタを音を大きくして、うん、インスタを大きくして、私なんかあのパソコンを、パソコンの方をイヤホンで音消してて、これで、うん、でインスタの方、あ、パソコンじゃない、スマホの方をワイヤレスのイヤホンにして声、ナミコさんの声聞いてます。あ、そうなんだ。うん、そうするとパソコンから音出ちゃうと二重になっちゃうんですよね、声が。こっちをこっちでつなげればいいのか、インスタ。あ、ももちゃんありがとうございます。あ、ももちゃん声聞こえます？あ、ちょっとスムーズかも。あ、いい感じです、いい感じです、いい感じ。うん、もしなんか今これ聞いてる方でなんか海外の人となんかやるやつに参加したい方があったら、ね、ぜひぜひコメントください。あの、現地の人たちとオンラインでつないで、現地の人と、うん、なんか本当リアル英語練習、うん、いいやりましょうよ。もうなんかせっかくだから、うんうん、なんかそのオンライン中になんか家にいながらなんかすごい、あの、規制が終わったらめっちゃスキルいろいろアップしてたみたいな状況にしたいですね。なるほどね。うん、で1個はさ、今 TikTok やり始めたから、あの、うん、それでダンス動いて、例えばダンスが終わったらめっちゃ上手になってるっていうと、うん、TikTok を解析するっていうのと、うん、あ、リカさん、うん、リカさんやりましょうよ、一緒に。リカさん英語の先生なんで、あの、あ、そうなんだ。ラップイングレスさんの、はい、リカさん。リカさんもじゃあ参加してもらって、まあ、リカさんともダンス部とかって TikTok ダンス部って言って、なんか日々練習してるんですけど、だから、うん、もう英語もだし、なんかじゃあ5キロぐらい痩せてるとか、なんかあるし、ちょっと腹筋ついてるみたいなのと、海外の人と英語が喋れるようになったみたいな。そうだよね、なんか、うん、この状況をさ、こう、うん、なんか無駄にしたくないっていうか、なんかせっかく家で電気もあるし、その申請の時とはやっぱ違うじゃん、うんうん、なんか、うんうんうん、とにかく、まあ、大勢の人と関わらなければしばらくすれば、うん、2,3 週間くらいすれば落ち着くはずだから、今がすごい大事かなみたいな、うんうんうん、どうしてもな用事以外は自粛しようかなって思ってる、うん、うんうんうん。リカさんが TikTok を海外の人やりたいと言ってます。踊るやつね。 TikTok 海外の人めっちゃやってるよね。やってますね。もう海外の人だらけですね。なんかダンスが上手な人とかね。そうだよね。うん、化粧が上手な男性の方とかね。あ、時差。ナミコさんのお友達って時差あるとこですよね。アメリカとかヨーロッパだったら。全然ある。だから朝とか午前中はアメリカの人が夕方。うん。で、こっちの日本の夕方がヨーロッパの友達と喋れる。うん、でも結局今みんな家にいるから、割とどの時間帯でもなんかいつも喋ってるけど、うん、ああそうなんですね。うん、でちょっとやるときなんかなんだろう、テーマっていうか、多分わからない人入ったら本ね。でまあ私がその間にこうやって行ってさ、
で3人とかで、うん、例えばいきなりここに外国人の人がズームで入ります、うん、で喋りかけます、うん、わかんないみたいな。そうですね。なるほど。 I don't know I don't know でもわかんない、なんだろう、私もわかんなかったの、うん、全くわかんなくて、うん、でまあ紙とペンで、このズームのホワイトボードとか使ってとか。ズームのホワイトボードって何ですか？え、知らない？機能ですか？それズームの新しい機能、機能、機能。いやいや、新しくないかな、わかんないけど、画面共有のとこにホワイトボードってあって。そうなんですか？そうそう、本当だ、本当だ、ある。なんかこれでさ、ホワイトボードっていうのをやると同時に書けるのよ、うん、2人。すごい。でテキストも打てるし、うん、なんか本当だ、絵を描く、絵を描けるの。あ、すごいすごいすごい。そうそう、なるほど。私が描いたの見えます？見えてる見えてるめっちゃ描いてるそうなの。ちょっとインスタの方にも使って見えますか？ Zoom のホワイトボード機能です。じゃあ一緒に、とかじゃあ英語書けばいいんだ。これなんかね、ハロー。そうとか、まあ、絵とか書いたりとかして、そう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 。うん、で、なんかコミュニケーションがその少しでも取れれば、うんうん、なんか面白いかな。結局その、わからないだけで終わっちゃうんじゃなくて、今なんて言ったのかとか、うん、例えばじゃあ、ね、仕事を絵で書いてもらって、それを英語で当てるとか、わかんないけど。何かしらのそのコミュニケーションが取れればいいかな、か、ね、そう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 って思ってるの。いいですね。知らなかった。やり方を知らなかった。あやかさんもありがとうございます。え、本当？うん、やりましょう。私参加します。そうなので、そういうさ、プライベートレッスンって普通に超高いっていうか、うん、私も最初何回かやってたけど、まあ対面でワンレッスンだいたい3000円か5000円とかで、うん、プライベートの英語の先生と1時間とかカフェでっていうのが主流だから、うんうん、まあまあゆくゆくはちゃんとその、うん、そうですね、本当最初のなんか形作るところだけ、うん、してちゃんとその先生にもお金が、うん、先生にもっていうかその喋ってくれた人にも、うんうん、うん、まあ、お金が入るようにとか、うんうん、っていう感じでできたら、なんか、うん、リアルな英語を海外に行ってないのに喋、うん、れちゃうみたいなめっちゃリンゴ書いてる、はい、ちょっとこういう感じでね、リンゴですよ。そうそう、でもこのさ、リンゴもさ、なんかリンゴだけどさ、なんか向こうの人がさ、アップルとか言って言ったらさ、絶対なんか、うん、What? みたいな、今何つったみたいな、うん、What? 感じになるよね。なりますね。そう、いきなり、ね、なんかアップルって言ったら多分聞き取れないと思います。そう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 、うん、それをできたら、うん、面白いかなみたいな。そうですね、なかなか繋がれない人だね、だらけですからね、そういう人たちっていうのは。まあそういう人、普段さ、みんなさ働いてるからさ、本当にこの時しか逆にないかなとか、その喋れる、うんうん、そうですよね。なんかもともと先生、英語の先生しようっていう人じゃないですもんね、そのお友達っていう。そう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 、今だからこそ時間使えるっていう、ね、まあ普通のいわゆる一般人みたいなうん、そう、はあ、いや、いいですね。まあ、なんか久しぶりみたいな感じで喋ろうかなと思って、うん、でそれにポンって いて、まあ、向こうも、うん、なんだろう、カルチャーエクスペリエンスになるし、うんうんうん、そうですね。いい、ちょっとなんかちょっと興味ある方はこの今の機会を使ってね、オンラインも勉強できつつ、この Zoom の新しい活用もちょっと分かりつつの、ね、そうそう、
英語もできるよみたいなやつ興味ある方そう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 連絡くださいね、メッセージ、うん、ください。そう、え、のぞみさんの話もちょっと聞きたいんだけど私の話？毎日何やってんの？毎日ね家にいて、で、うん、今そのラジオがね、あ、リカさん、ナミコさんのノート読みましたよ、だって。あら、ありがとうございます。まだまだ途中というか、やり始めですが。あ、ナミコさんノートやってるんですね。そう、ノート .com。なんか私、ノートがいいかなと思って。うんうんうん。合ってます。ね、こんにちは。ね、ありがとうございます。ちょっとナミコさんのノート、後で教えてください。このリンクかどっかに貼ってください、ぜひ。うんうんうん。うん。あ、そうそう。なんかあの、そのラジオね、ラジオ局もやっぱりまあコロナ対策とかいろいろ。あ、そう、ラジオどうなった？うん、し始めて、うん。テレビとかだってね、結構いろいろやり方自粛したりとか変えたりしてて。うん、だからラジオも、まあちょっとあの、音声だけで撮った、事前撮ったやつをこう配信するとか、うんうんうん、なんかオンラインでできるような放送スタイル、ちょっとできないかって今切り替え始めたりちょっとしてるところですね。こう家でズームを流すとか、うん、あとはなんかあのポッドキャストみたいなやつとかで撮ったやつを、でもアンカーやってるでしょ。あ、そうそう、アンカー、そうやってて、アンカーも10人同時に入れるんですよ、うん、アンカーの中に。あれ10人も入れんの？入れるんですよ、あの同時に招待とか。アンカーやろうよ。うん、アンカーやりましょうよ。アンカーだから私とナミコさんとじゃなんかリカさんとか、うん、バーって招待するボタンを押したら、うん、スマホみたいな、うん、スマホで、こうやって耳で、あ、全員つながった状態でそのまま録音できるんですよ、うん、こうやって電話みたいな感じで。おお、面白い。面白いですよね。あのアンカーに上げなくても、うん、そのデータだけを MP4 かなんかで、送れるんですよ。ダウンロード。データとして。データとして。めっちゃすごいよね、あれ。めっちゃすごい、めっちゃすごい。だからそれそのまま、もしかして最初ちょっと編集がなんかして、もしラジオ局の方がそれそのまま流していただけるとかっていうのがあれば。うん、あ、そっか、みんなで集まって今できないもんね、ママ夢。そうなんです、そうなんですよ。あの、打ち合わせとかはもうズームで、ね、こう、打ち合わせはこうズームでね、もちろんオンラインで全国だからやってるんですけど、配信がね。そう、行くっていうのとかっていう人がやっぱ数人でもいるみたいな状況だから、なんか今ゲストさんを呼ばないとか、うん、街に取材行くとかっていうのは今 NG にしていて、うん、まあ、なるべくこう、行く機会を減らしてたりとかするんですけど、まあ、あとテレビ、うん、あ、違う、電話で、当日電話参加っていう方法もあったりするし、一応音声取って流すみたいな方法もあったりするから、ちょっとなるべく、うん、あのオンラインとかでできたらいいなっていうのと、うんうんうん、でもやっぱり家にいながら何かするっていうものがいろいろ必要な現状になってきてるから、うん、やっぱラジオとかそういうものっていうのの配信をやっぱ続けていきたいっていうか、私たちとしてもあるので、うん、なんか色々、ズームでもさ、うん、この映像とあとオーディオだけファイルになるじゃん。うん、なりますね。このオーディオファイルを、うん、でもいいってことだよね。うん、それでもいいと思います。でもラジオ局って何、そのラジオ局にその渋谷の FM クロスにそれを送って、うん、それを流してもらうみたいな、うん、そうですね。あの渋谷以外のところっていうのは、うん、まあ、普通のやっぱり普通のっていうかちゃんとしたあの耳で聞くラジオ局なので動画はダメですけど、うん、渋谷クロス FM は YouTube とかのアップしたものを流していただいたりとかってできるんですよ。なので、うーん、まあ、ちょっとまだ、最終確認はできてないんですけど、いつもは、うん、企画とかあって、うんうんうん、3つぐらいのコーナーの間に CM みたいなの流すんですけど、その、うんうんうん、その CM ってあの事前に YouTube にアップしたものを流してもらってるんですよ。だから動画をそのまま流してもらうっていうことは多分できるんじゃないかなってちょっと思ってて、だからズームとかでなんか撮ったりとかしたやつをもしかしたらできるのかなっていうのってちょっと今確認中ですね、それを。今ママ夢何個になったの？
今ね、7個、7箇所。すごーい、うん、ありがとうございます。ね、感動だね。本当もう、やっぱ私の、ね、プロフィール写真、ナミコさんが撮ってくれたんですよ。うん、一番最初の、ね、この写真全。全部これ使ってます、私。ナミコさんに撮ってもらった。この写真すごく、一番最初、超楽しかった。最初の写真を。ね、あの一番最初、なんか記念すべき日だったよね。はい、もう記念すべき日でした。だからもう、すべての SNS 全部、あのこの写真だし、名刺もこれにしてます。すごい。すごい。いや、でも本当、なんか大きくなったよね。まあまあ、夢が。うん。なんか認知度みたいなどうなの、今。まあ、そうですね。なんかこう、ラジオ局って、ラジオ自体がやっぱり、うん、なんだろう、マイナーメディアっていうか、そこ好きな人は好きだけど、テレビみたいな感じじゃないじゃないですか。だから、うんうん、あの参加する人を増やしつつ、うんうん、周りの認知も広がってほしいなっていうの、うんうん、思いもあるので、うんうん、ちょっとずつその周りにこう浸透してきてるかなっていう印象はありますね、今のところは。うーん、でもいろいろ数値的にいろいろ増えてるみたいな感じ。うん、うん、数字なんか大丈夫ですか、うん、なんか表現。大丈夫今。うん、ラジオって視聴率ってあんま取れなくって、そのテレビみたいな、うんうんうん、取らないから、なんか本当 YouTube の再生回数だったりとか、うん、あの周りからのコメントだったりとか、うん、そういうので判断をするんですけど、うんうんうん、でもなんかこうちゃんと私たちも2年やってきて、でもあれ2年なの、2年経ちました。すごい。このママ夢ラジオ、ホームページと見てほしいですよ、ホームページ。これあのマイコちゃんがそう全部作ってんです、ワードプレスで。あ、すごいすごい。なんか最初と全然違うとか全然違いますよね。変わってってる。もうまいこちゃんめっちゃ勉強してワードプレスやってる。すごい。もう職人みたいです、あの事務局のまいこちゃんが。あ、過去の放送ね。はい、そういうの。まあでも YouTube で見れるからいいよね。あ、そうですね。なんかこういう。そう、一応私もノート始めたんで。プロデューサーノート。はい。ちょっと今、時間あるから、ちょっといろいろ書こうとは思ってるんですけど。ノートってどの頻度であげるの？いや、ちょっとね、始めた頃はね、結構頑張ってたんですけどね、今全然書いてない。そうなんだ。はい、ナミコさん、いつか始めたんですか？この前。この前？そうそう、この前。まだ2、3校くらいしかあげてない、多分。あ、本当ですか。ちょっと後でフォローさせてください。うん、あのリカさんがオーロラのやつが、オーロラのとか素敵でしたって。嬉しい、ね。くれてます。オーロラね、今度オーロラの写真ももっと編集しながらまた一人で喋ろうかみたいな。ああ、もう写真。まあ、今まで確かに時間がなかったから、私は本当になんか。うん、ちょうどいい機会かも、いろいろ整理するのに自分のことを、うんうんうん、なんか何でやっていこうかなって感じ、本当。うんうん、まあいろいろありますもんね、こうプラットフォームがいっぱいあるから、どういうふうに伝えるか、全部好きなの。うん、わかります。今度なんか YouTube ライブなんかやって違うやつでもちょっと実験してみたいですね。え、アンカーを実験したい。アンカー、ああ、アンカーやりましょうよ、アンカー。うん、アンカーもちょっと始めたんだよ。いいよ。あ、ちょっとそれ貼っといてください、アンカーも、ナミコさんのやつも。アンカーはなんかこの Facebook ライブとかした後に、うん、Facebook ライブを今日はしましたみたいな感想にしたの、うん、今。昨日かな、うん、だけど、うんうん、そうそうそう。ナミコさん、そういうのって全部かなみたいな。まとまってるのとかあるんですか？ここ見たらアンカーはこれとか。なんか、あ、そうそう、一応ノートにあれ。あ、ノートにね、SNS 一覧っていうので載せてる。あ、なるほど。でもよくよく見たらさ、うん、たくさんありすぎて、なんか全部ちゃんと機能させるのって本当に難しいよね、SNS。いやー、あ、本当だ、アンカーって書いてあった。そうですよ。あ、スポーツ、そうそう、ね、ありすぎてみたいな。そうですね。ツイッターやってないですか、ツイッターは。ツイッターも一応あるよ、一応ある。そのシェアにしかあんまり使ってないけど、うんうん、なんかあげたら
だいたいシェアボタンってほとんどツイッターじゃん。うん、うん、そうですね。ね、だからとりあえずそのツイッターにシェアするみたいな。うん。そうね、だからいっぱいあるからいっぱいやっちゃうとちょっと本当に。なかなかね、どれ、どうしようかみたいな、多分合う合わないとか、とりあえずこれはいっぱい全部バーってやって、うん、で、うん、なんか狭めていくっていうか、続くやつだけ残すみたいな、うん、うんうんうん、そうそうですよね、やっぱこう写真だったらとか動画だったらとか、ね、ありますもんね。いやでも動画だったら私ポッドキャストいいと思いますけどね。YouTube、動画ならポッドキャスト、うん、ポッドキャストいいと思いますよ。なんか今見てる人の数が多いですね、ポッドキャストは。やっぱりそうなんだ。うん、まあ聞きながら携帯自分で違う画面開けるからね、うん、YouTube ってその携帯の画面ずっと YouTube じゃないといけないじゃない。うんうんうん、だからボイシーとかもさ、なんかうん、音聞きながら携帯画面は自分違うことができるから、うん、いいよね。いや、そうなんですよ。それがやっぱいいですよね。ボイシーとかこのアンカーとかの音声配信。そうそうそう。はい、なんか昨日新しいやつも発見しましたよ。私なんか。何何何。教えてくれ。新しいポッドキャストのアプリもうなんかおしゃれなやつ出たっぽくって、なんだかスタンド。あ、ごめんなさい。スタンド FM、うん、スタンド FM、うん、スタンド FM っていう、うん、なんかちょっとおしゃれな感じのポッドキャストな、ポッドキャストのアプリが出たみたい、出たみたいですよ。これもちょっと撮ってみたんですけど、あなたの声を届けようだって。うん、なんか今どんどん変わっていくだろうね。あ、なぐこさん、そう、インスタね、1時間で終わりなんですよ。お、インスタが切れちゃった。そう、インスタね、1時間で終わりなんです。聞こえます、なみこさん。あれ、インスタが切れちゃった。うん、あ、今聞こえてます、これ、こっちの方。インスタ1時間だけなんです。あ、こっち、こっち、パソコン、ズームの方。何も聞こえないよ。あ、これか。うん。もしもし。あ、もしもし。1時間だけなんです。1時間だけなんです。ズームの方。はっは。そう、それをちょっと今言おうと思って忘れてたら切れちゃいました。もしもし。あ、もしもし。1時間だけなんです。1時間だけなんです。ズームの方。はっは。はっは。なるほど。そうなんです。すごいね、もうあっという間だね。そう、あっという間です。え、なんかさ、じゃあアンカーの日、次 YouTube ライブの日みたいな感じ。ああ、やりましょうかね。うん、え、あとだってアンカーだともうちょっと人数がいた方が面白いってこと。いやでもやっぱ音声配信だから多すぎると誰の声か分からなくなると思うんですよね。そうだよね、3人ぐらい、うん、3人か4人、うん、4人ぐらいでちゃんとこう、あの、分かるように、うん、最初、あ、なんとかですけどとか言わないと多分聞いてる人わけ分かんなくなると思うんです。確かに4人限界かな。あゆびさん、うん、あゆびさんとか、まあ、誰かイカさんでもさっきあーねーねー、そうだよね、英語の先生。うん、そう、理科さんとかね。英語の先生はキッズ向けってこと？うん、キッズ向け、家で、あの、キッズ向けのやつもやってて、ちょっとダンスとかもやってるから、なんかこう、お子様向けにいろいろとお家で、すごいね。うん、東京の方？ね、横浜です。うん、ね、英語はやっぱちょっともうちょっとそのなんかこう増やしたいよね、その、うんうん、あーっていう人を減らしたいよね。あ、そうそうそう、あーってなりますよ、やっぱり。なんか、あ、そうそう、ちょっとみたいな、なんかもうフレーズとしてこれ言うっていうの分かってたら入りやすいけど、あの、体勢があるみたいな、なんかこう海外の人への
恐怖心とか苦手意識がなくなればいいかなと思いますね。うん、ね、なんか地方とかそのガイドでさ、うん、行くんだけど、プライベートガイドで外国人のツアーでね、うんうん、でそれ行った時にやっぱなんだろう、もう私英語わからないからみたいな感じで喋ろうと思ってくれないわけ、うん、でこっち外国人としてはね、やっぱ地元の人とも話したいし、こうなんか一生懸命コミュニケーション取ろうとするんだけど、うんうん、それをこうなんかもうわかんないからわかんないからみたいな感じで、うん、うーってなっちゃうし、タクシーのうんちゃんとかバスのうんちゃんとかもほとんど通じなくてさ、うんうん、めっちゃなんか困ってる人が多かった。なんか私がその私のクライアントさんは私がいるから通訳でいいんだけど、うんうん、他の人困ってるからなんか助けてあげなさいとか言われたりとか、はそうそうね、すごかった。結構旅してる人たちみんな辛そうだなって思った。うんうんうん、ちょっとじゃあなんかその苦手意識をなんか取るやつとかやりたいですけど、そうなんだよね、うん、ちょっとじゃあアンカーなのかポッドキャスト、ポッドキャスト、なんか、やりましょう。ちょっとまた、引き続き、ね、定期的に。ちょっとその、海外の友達に、うん。とりあえず、はい。聞いてみようかな。はい、わかる。はい。なんか、どういうやり方で、実験みたいな感じで。実験、実験。うん。ね、で、そういうやつとか載せたりとか、シェアして、こういうの やりたい人みたいな感じで、うん、なんか、うん。あれできればいいかな。うんうん、いいと思います。うん、あ、ぜひぜひ。動画編集はやらないの？動画編集やりますよ、なんとなくは。何でやってんの？いやもう スマホとパソコンのもう iMovie ですね。もともと入ってるやつです、いつも。あ、そうなんだ。はい、はい、あのすごいのはできないんで、あのラジオで撮った動画をちょっとあのなんか文字ちょっと入れたりとか、うん、音つけたりとかして、あ、 YouTube に上げたりとかして。あ、でもそれができるんだったらね、あの本当基礎レベルな感じでやってます。うん、本当 YouTuber みたいにボーンみたいな文字入れとかのアプリとか、なんかそういうソフトは持ってないです。うーん、はい、うーん、うん、ね、はい、まあ、本当基礎の基礎の基礎な感じですけど、うん、うん、じゃあちょっとまあ、なめこさん、じゃあちょっと引き続き何か今の状況だからこそ実験していきましょう、ぜひぜひ。そうだね。え、アンカーいつやる？アンカー、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 あ、そうね。どうやってやろうかな。ちょっとまたメッセージ、メッセンジャーします。なんか どういうふうにやるのがいいかなと思って。うん。うん。OK。はい。まあ、それ一回撮ったやつをお互いのフィールド載せるとかね、なんかそういうやり方もできるかもしれないし、まあ、いろいろやり方は多分あると思います。うん、なるほど。はい。試そう、いろいろ。はい。じゃあ、ちょっと引き続きまたよろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。うん、はい。じゃあ、今日は、アースフォトグラファーの辰野口奈美子さんとお話ししました。はい。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。さよなら。はい。Wow, that was very nice. I already had a good time. So, I'm going to try a little bit different things for this April. And I'll see you soon, maybe tomorrow. Bye.